入ります。市政懇談会について、市民の生の声を聞く大事な機会であると私は思っております。その機会をなぜ現在のように少なくしたのか、そして今後どういう計画を持っているのかをお聞かせください。市長、市政懇談会という形でですね、20年に就任しまして、福江島、鳴島、あるいはまたそれ以外の離島についてもですね、大体くまなくあるといったことを、3年から4年間ずっとやっておりましたが、この市政懇談会のやり方ではですね、ある程度こう参加する方がですね、大体こう限られてくるといいますか、でこっちもまた人数がちょっと多かったりしたもんですから、そういったところのですね、見直しは必要かなというふうなことでこれまで対応してまいりました。で、今後については福江鳴島以外の島についてはですね、少なくとも2年に1回程度はですね、やはり私がまた行ってでお話を聞きたいというふうに思っております。ただ今主流でやってますのはですね、市政懇談会という形ではなくて、市長がお邪魔しますというふうな名称をつけてもらっているんですが、私が行きますよということで人を集めてもらうんじゃなくて、もともと最初ある集まりの中に私が基本的には単独で行って、でその総会なりお話し合いが終わった後にちょっと時間をもらって、そして意見交換をする、あるいは市からのお願い事をする、そういったやり方をやらせていただいております。これまで、16回近くやらせていただいておりまして、これについてはまたこれからもですね、機会があればということで、回って、議員が言われるように直接ですね、市民の暮らしの中での、いろんな考え方とか、あるいは今困っていることとかですね、そういったことについて、しっかり、お聞きをしていきたいというふうに思っております。14番草野議員。はい、いろいろなその集まりの中に市長を行って、お話をしていると、ちょっと私はそれと市政懇談会の意味は違うんじゃなかろうかと思います。市長にどうしてもこの意見を言いたい、して市長の考えを聞きたいという、その方々が集って市政懇談会だろうと思います。そして私も従来の市政懇談会に参加何回かさせていただきましたけれども、すごい数の理事者です。忙しい職員があれだけ時間を取られたら大変だろうなと思います。そこで参考になるかどうか分かりませんけど、市長、今のやり方でも非常にフランクにですね、こうアットホーム的な感じでやられてますんで、それはそれでですね、今のやり方は非常に、従来のやり方と比べるとですね、こう肌感覚というんですかね、そういった意味でやらせていただいてますんで、この市長がお邪魔しますということについてはですね、こういった形でやらせていただければというふうに思っております。あとどうしても市長の方になり、あるいは市の方にですね、ということであれば、また別途市長への手紙というんですかね、ああいった形で、受けまして、そして、お答えをするといった形のものをやらせていただいてますので、そういったいろんなものをこう組み合わせながらですね、市民の声ということにはしっかり耳を傾けていきたいというふうに思っております。14番草野議員。いろんな方法はあろうけれども、ただ市民の生の声を聞く機会をなくさんでほしい、作ってほしい。そして二次離島はとか離島はとか言ってますけど、ご当市平等に市民が集まって市政懇談会を市長の思いを聞く、その形をもう一度やってほしいんですけど、市長いかがですか。市長。はい、だから今そういった形で、市長がお邪魔しますというのも、向こう、こういうことをやってますよということで、向こうにお願いをして、そしてご招待をいただくと。こっちが勝手にですね、嫌がっている中に押しかけていっているわけではございませんので、多分言われているような趣旨の中で、私は実践をしているというふうなつもりでおります。14番草野議員。はい、ぜひとも市民の声を聞く機会を多くしていただきたいと要望いたしまして、この質問は終わりたいと思います。